皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？最近僕全然食べてないんですよ。で今日は、基本の、タルト生地、タルト生地って僕ら呼んでるんですけど、クッキーですね、タートシュクレとかよく言います。それを作っていくので、一緒にやっていきましょう。ちょっと見てください。はい、材料を説明していきます。これ皆さんに今日伝えるレシピなんですけど、僕らが本当にお店でやってるやつなんで、すごくいいですよ。でどっちかっていうとね、すごいリッチな配合っていう、その贅沢な高配合になってます。でこれ、バターで、これ小麦粉ですね。でこれちょっともう混ぜちゃってるんですけど、粉糖とアーモンドパウダーと塩で、これ、全卵です。でレシピの詳細はコメント欄に入れてるんで見てください。でこれを混ぜていきます。まずこれバター、柔らかい、まあ柔らかい状態、もう少し煽ってもいいんですけど、まあこれでいきます。でこれは、砂糖とアーモンドパウダーと塩か。塩はフルロセルってやつ入れてるんですけど、塩は入れた方がいいです。生地が美味しくなるん でこれふるいます。でこれ基本のレシピなんでアーモンドパウダー入れてます。で全部小麦粉でもいいんですけど、アーモンド入れた方が、まあ、美味しさが増すと思います。で例えばナッツとか、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピスタチオ、まあくるみとか、あと栗とか、そういうこう秋っぽいプラリネのタルトとかを作ったりする場合は、ヘーゼルナッツパウダー入れた方がいいです。これアーモンドじゃなくて、でこのアーモンドで作ってる場合は、カスタードとか合わせたりとか、フルーツタルトとか、そういったものの場合はこれアーモンドパウダーで作ります。だから普通でお家で楽しくやるクッキーとかの場合はアーモンド入れれば、もちろんアーモンドパウダー入れれば美味しいんですけど、もう全部小麦粉にしてやっちゃってもいいと思います。でこれをバターの方に入れます。なんかよくすぐ混ぜないとダマになるとかあるんですけど、もうしょっちゅう言われるんですけど、これもう別に何もしないで置いといて、一応小麦粉もふるってあげます。で皆さん気づいちゃうかもしれないですけど、このふるい方が正しいかどうかっていうのもあれなんですけど、本当はこういうのがあるんですよ。今日はこれでやってます。でベーキングパウダーとかが入ってるときは、まあ、2、3回振るった方がいいです。計量してる段階で振るってるんですけど、一応見せる用で1回振るってます。そしたらこれを混ぜていきます。なんかアーモンドパウダー先に入れるのなんでかって言われたら、別に後でもいいんですけど、先じゃダメな理由がないんで入れちゃってます。でこれはなんか泡立てたいわけじゃなくて混ぜたいだけです。でここに、卵、これ常温の方がいいです。これね、さすがに全部じゃない方がいいかな。全部でも多分混ざるんですけど、こんなこういう状態、まだ全然ちゃんと綺麗に混ざってないんですけど、さらに卵をちょっと足していく。
中に入ってるんで、少しだけ取り出しますけど、あの難しそうにお菓子作り思えるんですけど、これちょっと入れますね。状態でまた混ぜる。こんな、なんかちょっとマヨネーズみたいな感じです。で、ここに粉を入れるんですけど、フードプロセッサーあったら、フードプロセッサーでもいいかもしれないです。ホイッパーでもいいんですけど、ちょっとこう取りづらいと嫌なんで、一回小麦粉が混ざれば OK です。あと卵を例えば牛乳に変えたりとかも大丈夫ですよ。まあ、完全に変えちゃうと、あの焼いた時に固まる成分が卵黄とか卵白がないんで、いやめちゃくちゃ柔らかい生地になっちゃうんですけど、あの考え方は液体を変えてるっていう意味では大丈夫。これちょっとまとまってきたの分かります？でまだ混ぜる。よくあの100円ショップでミックス粉って売ってるじゃないですか。あれあれってさっきここにこう小麦粉とかアーモンドパウダーとかあったやつですよ。まあ、あれも会社によって比率が違うんですけど、あとバニラの香料とか入ったりするんですけど、これちょっとこうさらに出来上がってきた。でここにオレンジの皮入れたりとか、紅茶の茶葉入れたりとか、レモンの皮でも抹茶でもいいんですけど、ちょっと物によって違うんですけど、味わいつける場合はだいたい 2% ぐらい入れるとその味が出るかなって思います。総量の 2% ね。このぐらい多分ね、もうそんなにこう手にもいかないぐらいで、ちょっとまだこれ、ま、混ざりが甘いんですけど、ちょっと台置いちゃおうか。まあ、練るとねサクサク感が失われるとかいろいろ言うんですけど、まあ、練ってもいいんですけど、練る意味がないんで、はい、で僕らの中で配合で結構いい生地って言われるのは、その全部が混ざり合って出来上がった時にこう手につかないんだけど押せる柔らかい状態って言います。どの生地でも。そしたらまだちょっと柔らかすぎるんで、一旦これを冷蔵庫に入れます。でクッキー生地の仕込みはこれで完成ですと。ちょっとお待ちください。はい、そしたらさっきあの仕込んだ生地、あの冷蔵したんで、あのバターが固くなって、こうやって固くなってますと。でもうこのまんま、冷凍できるし冷蔵でストックしといてもらってもいいんですけど、今日はちょっと伸ばして、なんだろう、タルト型に敷いていくんで、ちょっと伸ばしていきます。で伸ばすのもこういうラップでもいいんですよ。であのクッキングペーパーでもいいです。これを2枚使って挟んでいくとすごい簡単に伸ばせるの でよくあのなんだ打ち粉っていうのかな、くっつかないように、これ強力粉です。ちょっと巻いてあげて、でクッキー生地を乗せて、
で OPP で挟んでこれもちょっと打ってあげて、で、まあ、これで挟んでる理由はあのくっつかずに簡単に伸ばせるので、なんだろう、ちょっと雑にやると、こうやってまあ子供たちと一緒に遊びながらやるじゃないですか。でもあのほぼくっつかずにできる。で好きなサイズまで伸ばせるんでいいかなと思います。ちょっと伸ばしていきますね。あのちょっと OP が滑っちゃうんで、こう片手を押さえてるだけなんですけど、今日丸く抜くんで丸くもしつつ、でまあ厚さは好みなんですけど、タルトに引いたりするときは、ね、細かく言うとそこがね、そこ 2.5 の横2ミリとかが結構僕は好き、美味しいと思うんですけど、2ミリってすごい扱いづらいんで、まあ、皆さんは別にもう何ミリでも、クッキーだったら4ミリ3ミリぐらいでやったらいいかな。で今日は170度のオーブンで焼くので、2.5 ミリとか3ミリぐらいで一応伸ばしてます。あの全然手とか汚れずに、でこのまんま、シュー生地の時も言ったんですけども、このまんま冷凍できるし冷蔵庫に入れてもいい。でもちょっとこれだとねサイズが大きいと思うんで、皆さんは適したサイズに伸ばしてもらえればいいなと思います。じゃあこれちょっと冷蔵庫入れちゃいますね。さっき生地伸ばして冷蔵庫に入れといたやつなんですけど、あこれね、これをちょっと今日はクッキー、簡単なクッキー、抜き型で抜くクッキーと、あとあの皆さん結構タルトやる方多いんで、タルトにしていこうかなと思います。これあのタルト型、こうタルトのこう器作ってそこにカスタード入れてもいいし、まあ何でもできるやつ。デリモってね、デリあんまタルトとかやってないんであれなんですけど、でこの周りの帯の部分、まあ、皆さん厚さとかね気にするんですけど、まあ、今日はそんなに気にしないで、でもちょっと足りなくてもあの継ぎ足せばいいんで。これ型ねすごいいいんですよ。あのあんまり見たことないかもしれないですけど、もしわからない方のためにコメントに貼っときます。でこの出た部分ちょっとこう、分かる、縁が結構綺麗に
ゃよかった。感じができます。で、多分皆さん家でクッキーやって、これね、切れ端もったいないと思うんで、今日はあのうさぎちゃんとくまちゃんで、これに顔描いてあげてもいいですよ。うさぎちゃんもいきますか。で、あのこれ2番生地ってなんていうのかな、この残ったこういう生地もまた伸ばしてクッキーできますからね。皆さんよくなんか1番生地が一番美味しくて2番生地はダメだとか話聞くんですけど、そんなのないです。あのアヒルちゃんも行きましょう。アヒルかこれ。はい。で、今日あの家庭用のオーブンなんで、この器なんですけど、ひっくり返してる理由はこれちょっとあの。なんていうの、裏が平らじゃなかったんでひっくり返してます。別にこっち側でもいいんですよ。で、これをこのまま重しとかすることなく、170度で20分ぐらいかな焼きます。ください。焼けたと。はい、焼けました。これだいたい28分9分ぐらいですね、このサイズ。あ、これちなみにあの15センチの型です。で、これ型ちょっと外しますね、熱いんですけど、こんな感じで、ちょっとこのクマちゃんとかウサギちゃんとかこれ以上焼いちゃうとあれなんで、もしこの周りの焼き色見えますか、周りの焼き色が欲しかったら、要は25分ぐらい焼いて、もう一回この状態のやつだけ焼いてくださいね。そうするとこの周りにしっかり色入ってくるんで OK ですかね。はい、ちょっとじゃあくまちゃん感じ、分かりづらいかな、めちゃくちゃ美味しいですよこれ。アーモンドいっぱい入ってるんで結構贅沢な配合。さあ、ありがとうございます。今日見ていただいて、あのこのタルトの方うさぎちゃんもういい感じです。で、これすごい基本のレシピで、あのお話しながらお伝えできたかと思うんですけど、いろいろアレンジできます。で、このタルト型だったら、例えばカスタードを絞っていちごとか飾っただけでもタルトフレーズ、いちごのタルトとかできるんで、あのぜひ使ってみてほしいなと思います。この後の動画にもあのめちゃくちゃこのタルトシュクレ、パートシュクレか使っていきますので、あの基本のところなので別にあの簡単だよねと思わず、ぜひ押さえていただければと思いますので、チェックしてください。今日は以上です。ありがとうございます。また発信していくので見てください。あれ、チャンネル登録といいね、最近皆さん忘れてると思うんで、ぜひお願いいたします。じゃあまた会いましょう。さよなら。